赤羽峠赤羽峠は、岩手県家仙群住田町上、有住と岩手県東野市上里町平層の間に、ある峠。赤羽トンネルが開通するまでは、国道340号が峠を通っていた。旧道は急勾配、急カーブ、福音教唱であることから、大型車の通行規制はないが非常に困難である。特に、住田町側はうどに、 格下げ後整備が行き届いておらず、路肩崩落が数箇所発生し、事実上大型車は通行不能である。また、当機関は積雪のため全面通行不能であるが、原道は2車線の赤羽トンネルが通っているので、通年安全な通行が可能である。原道は非常になだらかで、福音も広く、大船渡市から森岡市、花巻市などの内陸部へ向かう際に、 国道107号の二沢峠の回避路、県内陸部へのアクセス道として、大いに役立っている。県道の住田町側の赤羽トンネル入り口には、農産物直売所があり、手前には休憩スペースも確保してある。なお、岩手県道238号等の住田線のび峠が、大型車通行不能であるため、その迂回路としても利用されている。赤羽トンネルの東野市側高校。 高校の左右にあるレリーフは、遠野市の花である林道と、遠野市の鳥である山鳥。ありがとうございます。